皆さん、こんにちは。ロックバンド、シーナ&ロケッツのギタリストで、黒いサングラスをトレードマークに、日本を代表するギタリストとして活躍した、鮎川誠さんが、29日午前5時47分に膵臓がんのため、死去されたと報じられました。享年74歳でした。今回は、鮎川誠さんのロック人生と、家族についてご紹介したいと思います。ぜひ、最後までお付き合いください。ロック僧として東京真願寺開山堂で2月4日に通夜、翌5日に親族のみで告別式を行う予定とのこと。公式サイトでは1月29日5時47分鮎川誠が永眠いたしました。膵臓がんでした。これまで鮎川誠とシーナ&ロケッツを長年にわたって応援し愛してくださり本当にありがとうございましたと謝意を記しています。続けて、鮎川は1966年の初ステージ以来、現在まで57年間にわたりノンストップでロックンロールを続けてきました。昨年5月、膵臓がんが発覚。医者から余命5ヶ月ほどという宣告を受けました。ですが、みんなに心配をかけたくないという強い希望から一切病気を公表せず、ライブの合間に治療を続けながら、全国ツアーを続行しましたと説明。自分が死ぬまでの間に1本でも多くシーナ&ロケッツのライブをやりたいと1本1本のライブに全身全霊を注ぎながら行ってきましたと明かしています。昨年には45周年記念ライブを新宿ロフトで開催し、47都道府県ツアー、沖縄宮古島でのライブ、ロンドンナイトのクリスマスなど思いレスポールを爆音でかき鳴らし、病があるにもかかわらずいつも熱いステージで、昨年のライブ本数はここ数年で最多でした。昨年末激しい腹痛により一時入院となるも、この1ヶ月間は医師の治療のもとライブ復帰を目指して自宅で懸命に家族と回復に努めておりました。亡くなる直前まで次に出すアルバムの選曲を考えたり、音楽制作に没頭しておりました。最後の瞬間までロックに身を捧げた生涯でしたと紹介。鮎川誠、そしてシーナ&ロケッツを愛してくださった皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。心からありがとうございました。通夜葬儀は長年暮らした下北沢で、シーナと同じロック葬で送りたいと思います。どうぞ当日は遠い世界に旅立つ鮎川誠に会いに来て最後の別れの言葉をかけてあげてくださいと綴っています。ネット上では鮎川さんの死を惜しむ声が多く上がっています。鮎川誠74歳か、死ぬまでかっこよかったな。テレビから流れてきたロッカーな風貌から発せられる九州の方言に打ち抜かれた小学生時代、鮎川誠さんご冥福をお祈りします。博多明太ロックを象徴する鮎川誠氏が膵臓がんで亡くなられたなんてショック。福岡の人間で鮎川誠氏を知らない者は誰一人いなかったんだよ。鮎川氏のギターは胸にぐさっと刺さるようなパワフルなサウンドで聴くたびに元気をもらいました。天国で椎名さんと仲良くロックをやってくれると良いなと思います。大勢のロックファンを虜にした鮎川誠さんがギターと出会ったのは小学校5年生ぐらいの時、母親に誕生日のプレゼントをギターにしてとねだってプレゼントしてもらったのが最初のギターとの付き合いの始まりだそうです。しかし中学生までギターをほったらかしにし、大好きなラジオで音楽を聴いていました。その中にザ・ベンチャーズ、アメリカのインストゥルメンタルバンド、クリフ・リチャード、イギリスの歌手といったお気に入りのミュージシャンが出てきました。中学2年生の時に今でも一番鮎川さんの音楽の深いところに影響を与えてくれているレイ・チャールズ、そしてリトル・リチャードといったロックンロールやブルースと呼ばれる音楽を初めて聞いたそうです。中学3年生の終わりにはザ・ビートルズがデビューして、彼らの印象的なフレーズをギターで弾きたくなって耳で聞いてギターを触っていたら、またギターが身近になってきたとのこと。高校生になるとさらにギターへの興味が増し、受験生だったがバンドが楽しくて勉強はどうでもよくなり、布団の中に入ってもあの曲はどう弾こうかなと
考えているような毎日に変わっていきました。そして転機が訪れます。大学に入学してから3年ぐらい経った頃、今度はブルースをもう少し真剣に聞きたいと思った鮎川さんは、同じような仲間と出会い、サンハウスというバンドを結成。その後解散してから1978年にシーナ・ザ・ロケッツを結成しています。このバンド名にも入っているシーナとは、鮎川さんの奥様の名前です。本名は鮎川悦子さん。二人の馴れ初めは1971年、シーナさんが高校3年生の時に博多にあるダンスホールで鮎川さんの演奏を見たことがきっかけでした。シーナさんは中学時代に音楽を始め、たびたび家出をしてはライブを見に行く家出少女だったそうです。二人は意気投合すると同棲を開始し、1976年、鮎川さんが28歳の時に結婚しています。その後3人の子供、娘にも恵まれています。奥さんの椎名さんがボーカルとして活躍し、当時は珍しかった女性ロックボーカリストの先駆者として多くのアーティストに影響を与えました。娘さん曰く、父はとても博識で好奇心旺盛、何を聞いても答えてくれる身近な先生みたいな人、ライブ以外は父と母はずっと一緒に家にいる、ラブラブでしたねと話しており、夫婦円満で公私ともに仲が良かったようです。2013年からはバンドの表記をシーナ・ロケッツに変更。バンド結成35周年を迎え、2014年7月にニューアルバムをリリースした直後にシーナさんの病が発覚します。医師の診断は子宮頸がんでした。シーナさんは抗がん剤治療や放射線治療を受けない方針を選択。その時に鮎川さんは、悦子ははっきりがんと共存して自分の音楽を続けますと先生に言い寄りました。僕も子供たちも素言言うた悦子を誰も止めんやったと話しています。椎名さんは末期がんの治療よりもライブで歌うことを選択し、精力的にライブ活動を行ったそうです。そんな最愛の妻の姿を見ていたからこそ、鮎川さんも最後まで音楽を続けることをやめなかったのかもしれません。椎名さんは2014年12月に子宮頸がんの脊髄への転移が発覚し、車椅子生活となってしまいます。復帰を目指して治療をしていましたが、2015年2月14日に61歳で亡くなりました。今頃天国で2人は再会し、また一緒に音楽をしている様子が想像できますね。2人の間には3人の娘さんがいます。長女の名前は鮎川陽子さん。2023年現在は46歳です。陽子さんは双子の姉として生まれ、双子の妹は鮎川純子さんです。姉の陽子さんは東京コレクションに何度も出演し、個性的なスタイルで人気を集めています。日本マクドナルド、キリンビバレッジ、住友林業などのテレビ CM にも出演しています。双子の妹の純子さんは過去には姉と同じくモデルとしても活動をしていましたが、本業は画家として活動しています。また DJ としても活動をするなど、ミュージシャンの両親を持つだけあって、次で紹介する妹とバンドを組んでいます。三女の鮎川千恵子さんもモデルとして活動しながら、純子さんとバンドダークサイドミラーズで活動。千恵子さんがボーカルを担当し、純子さんがドラムを担当していました。家族の仲が非常によく、母椎名さんの追悼ライブの時に誠さんは三女の千恵子さんを紹介しています。いかがでしたか。74歳というまだまだ元気でいてほしかった年齢での訃報に、誠さんの死を惜しむ声も非常に多いです。妻椎名さんの亡くなる前のエピソードを調査していて、今回の鮎川誠さんと全く同じく、治療よりもライブを優先する姿にロックスターとしての姿を見ました。改めて鮎川誠さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。